組もそろそろお別れの時間です。今日は今月24日から26日の3日間行われます落合中井地域の街中を染め物で彩る一大イベント染めの小道について、実行委員会の方と展示する作品を制作中の学生の皆さんにお話を伺いました。どれも、皆さんの思いが詰まっていますので、ぜひ皆さん訪れてみてください。さて明日の放送予告ですが、明日もここ新宿区のアイランドタワー広場ラブオブジェ前をキーステーションにお伝えします。明日の放送予定はご覧の通りとなっています。深掘りトークのコーナーでは、さまざまな商品を取り扱うハンズ新宿店の方に花粉対策グッズを紹介していただきます。明日もぜひご覧ください。それでは今回はこのあたりで失礼します。皆さん暖かくしてお休みください。さようなら。